嫌いなところあります？日本の治安悪いですね。嫌いなところ、はい、まだやっぱり同性愛に対してそう、その日本の人そういうの多いじゃないですか、はい、僕そういうのが嫌で、なんかみんな揃ってなきゃいけないみたいな。女性に対しての挨拶とかで、はい、ハグとか。Hi, I'm Soichiro from Japan. Today, I'm going to interview with a younger generation of Japanese people about what Japanese people hate about Japan. So that's going to be interesting. So this channel is good for the anyone who wants to come to Japan and who wants to learn in Japanese, the Japanese culture also. Please subscribe if you haven't subscribed yet. I'm also doing my Instagram and I upload daily life in Japan. So if you haven't checked it, please check it as well. So let's get started. 年齢最初教えてもらってもいいですか？20歳で。20歳で、はい。日本の好きなところと嫌いなところとかって教えてもらってもいいですか？好きなところはやっぱり治安がいいところだと思います。あ、治安がいいところ。で、海外に行かれたこととかあります？今。ないんですけども、はい、そうですね。海外のその響きとかそういうのに多分偏見になっちゃうと思うんですけど、はいはいはい、スリとか多いイメージがある、ね。そうですね。日本はそういうとこいいのかなと思います。ああ、なるほどですね。じゃあ逆になんか日本の嫌いなところとかってあったりします？嫌いなところ。はい、まだやっぱり同性愛に対してちょっと厳しいところですかね。私自身がそのゲイセクシャルのものなので、はい、はいはいはい、ちょっとバイですか？バイだったりゲイだったりするんですけれども、はいはい、その男性の方のパートナーがいるんですけれども、はい、やっぱその方とちょっと辛いなって思ったりはします、ね、ああ、なるほど。でも日本とかで一緒に歩いてたりとかでなんかそういうなんか冷たい目線とかやっぱ感じるものですか？そういうものではなくて、はい、どちらかというとその法整備の方っていうんですかね。ああ、そっちの方ですね。そうですね。そっちの方が男性同士とか女性同士が結婚できないとかそういう感じですか？そうですね。そこがやっぱりちょっと心の方に刺さったりしますね。特にこう男性同士だからこう奇怪な目で見られるっていうことはないです。ないです。周りの友達とかでも別にそんなになんか悪いこと言われるとかもないです。むしろそういうのも分かってくれた上で付き合ってもらって。それはいいです。なんか日本はなんかちょっと変わった方がいいみたいなこととかってあったりしますか？今の話とかに多分つながるとは思うんですけど、やっぱりまあそこの同性愛に関する法案みたいなところですかね、はい、今こう病院とかで付き添いってあの面談できるようになったとかよく聞きますけども、はいはい、ってちょっと思ったでもまだまだ少ないっていう感じですかね。本当に表に出てる方は少ないみたいな感じですかね。海外の方とかだと結構オープンで、カナダとか結構同性愛で認められたりだとか多いと思うんですけど、はい、やっぱそういうのにもっと日本もなってほしいみたいなところありますか？そうですね。私自身はそう思います。なるほど。日本の、好きなところと嫌いなところをちょっと教えてもらって日本のなんかジェネラルで好きなところあります？例えば食べ物美味しいとか、服はおしゃれだ、みんなおしゃれだとか。おしゃれがなくなっちゃったんですよね、だいぶ。昔はいろんなブランド入ってたんですけど、はい、昔はもう撤退しちゃってるから、はい、どん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 都内行っちゃってるんですよね。だからもっと柏は活性化してほしいと。そうですね。なるほど。じゃあ逆に嫌いなところあります？日本の治安悪いですね。この柏のここはまず灰皿なくなってからすごいタバコとかある、はい、お酒飲む人が多いんですよ、こっちこっちは。例えばどういった場面治安悪いって感じます？これ日本ポイ捨て捨ててますね。飲んだ後のなんか缶とか捨ててありますか？夜来るとやばいですよ、はい、ゴミ捨てこれにもうポイ捨てしてありますから。治安が悪いってことですね。めっちゃ悪いですね。日本の好きなことと嫌いなこととかって教えてもらってもいいですか？日本の好きなとこはご飯美味しいですね。あ、ご飯美味しい。ちなみに海外とか行かれたこととかあります？ないです。ないですか？ご飯美味しいでなんかよくみんな言うんで。あ、まあ、そうかな。好きなものなんですか？ちなみにラーメンです。じゃあ日本の好きなことなんですか？好きなとこ、はい、まあ、自分結構海外行ったことあるんですけど。あ、そうなんですか。どこ行きました？あ、中国とか。中国、はい、アジア系なんですけど、はい、まあ飯がうまいっすね。2人とも飯がうまいと、はい、じゃあ日本の嫌いなところを教えてもらっていいですか？海外に比べて、はい、なんかラフじゃないっていうか、なんか辛みが、はい、なんか海外の方って結構、はい、なんか知らない人と話すみたいな、なんか勝手なイメージなんですけど、はいはい、あるじゃないですか。僕インタビューしてめちゃめちゃ断られて。そうじゃないですか。イメージめっちゃ来てるんですよ。そう、その日本の人そういうの多いじゃないですか、はい、僕そういうのが嫌で。あ、なるほど。それが嫌なとこですね、はい、一番。あ、めっちゃ素晴らしいと思います、はい、ありがとうございますなんかあります？嫌なところ。そうですね、なんかスケールが小さいみたいな。スケールが小さい、いろんなことに偏見があって、はい、なんか例えばタトゥーダメとか。あ、なるほど、はい、髪色とか、はい、
まあそういうのがちょっと窮屈だなとは、はい、ちなみにお二方タトゥーとか入ってますか？あ、一応入ってます。あ、なるほど。タトゥー入っててなんかめっちゃ不便だなみたいなことと思ったことあります？なんか日本だと、はい、本当に温泉、はい、タトゥー大事なとこに今行くんですけど、はい、まあ銭湯とかだったら大丈夫ですよね。そうですね、はい、友達とか入ってなくてその方たちと一緒に行くで、はい、タトゥーダメなとこって結構ありますね。あるんで。確かに確かに、はい、最近どうなのサウナとかありますもんね。そうですそうです。それが厳しいぐらいです。日本の好きなところと嫌いなところちょっと聞きたいんですけど、好きなところまずいいですか？好きなとこは治安がいい、綺麗、はい、治安がいい。さっきの方で柏めっちゃ治安悪いって言ってたんですけど、あ、まあでもいい方じゃないですか。一般的にあの世界的に見たらってことですか？そうだと思います。はい、なんかあります？好きなところ。寿司が美味しい。あ、寿司。あ、食べ物が美味しいっていう感じですか？確かに。じゃあ嫌いなところあります？逆に嫌いなとこはなんかみんな揃ってなきゃいけないみたいな、ちょっとなんかなんて言うんですか、規則が。あそこになんかちょっと窮屈さを感じる。そうです。規則がすごい。なんかあります？真面目すぎるみたいな。真面目すぎるみたいな。あるよね。働きすぎだという感じですか？あ、確かに働きすぎだ。はい、ありがとうございます。日本の好きなところと嫌いなところを教えてもらいたいんですけど。好きなところはまあ治安の良さです。あとはご飯が美味しいと。好きなところありますか？やっぱり料理が美味しいところです、はい、じゃあなんか逆に嫌いなところ聞きたいんですけど、ありますかね？いや、まあ真面目すぎるところです。こういうところで真面目だなと思います。いや、まあそれこそ海外と比べちゃいますけど、なんか、はい、例えばお店とかでなんかいろいろ海外とかだと面白いノリとかあると思うんですけど、日本でやったらしらけるなみたいな。あー、なるほど。なんかいたずらの動画とかよくありますよね。あるっす。なんかこんなの絶対日本でやったらぶち切れられるぶち切れ。そう、そういうのですよ。そういうのを見てると絵画はいいなと思います。汎用的だなみたいな感じです。そうです。なんか嫌いなところあったりします？嫌いなところっていうか、なんかなんていうかな、女性に対してのなんか挨拶とかでハグとか、はいはいはい、そういうのがなんかないのがなんか恥ずかしいみたいな、そういうのがあったりなと。そうですね、自分がハグしたいからみたいな感じですか？そういうわけじゃないんですけど、はい、そういうなんかなんていうのかな、女性との壁があんまないっていうか。え、今って結構日本人とのなんかそういう壁とかって感じたりします？そうですね、まあ日本、まあ海外と比べたらなんかナンパとかでも全然相手にされないとかそういう感じですかね？まあそんな感じ。ありがとうございます。 So thank you for watching. Most of the people like a younger generation think that Japan is too strict about everything. For me, like I used to work for the Japanese company. I was working until the midnight. After that, I went to like izakaya with the senpai, that kind of things. So I hate that. So that's why I quit a job. Anyway, so if you like this video, please push the like button and don't forget to subscribe. And see you in the next video.